学人列伝は、村上元香による登山を題材とした、連作漫画。少年ビッグコミックに連載された、第6回講談社漫画賞少年部門受賞作品。三角漫画の金字塔と評される。少年ビッグコミックに、読み切り短編として、不定期に連載された作品をまとめた、短編集。シェルパ族のアンプルパやパデトのように複数の話に、登場する人物もいるが、 基本的には、各話は、独立している。1982年の講談社漫画賞では、タッチ、胸騒ぎの放課後といったラブコメ作品と競った結果、同賞少年漫画部門を受賞した。選考委員である、石森翔太郎は、本作の、いかにも少年漫画らしい荒々しさを表している。エベレスト南西壁国際登山隊は、厳冬基礎登頂を目指していた。 当反対員のイギリス人、ロニー・ゴードンは、タイガーと呼ばれる、シェルパータマの勇者、アン・プルパと交流を結ぶ。旅重なる不運により、登場参加メンバーは、ロニーとプルパを残して全滅。ロニーも長期間の高所生活と、酸素不足から死の淵に行ったが、最終キャンプのテントの中で凍えながら死ぬのも、山頂に背を向けて降りながら死ぬのも拒否し、山頂を目指す。 プルパモロニーに打たれ、パートナーとして、たった二人の登山隊を組み、命をかけた挑戦が始まる。シェルパ族の少年カンバは幼馴染みであり、初恋の相手ラーリと、相思相愛でありながら、互いの家が貧しくラーリを嫁に迎えることが、できなかった。15歳になった年、ラーリはリ、ンソ村ンの長者に嫁入りすることになった。ラーリの腰入れの日、カンバは、わずかなザイル、 ハーケンといった岩登り道具と自らの肉体のみで、勇者の壁と呼ばれる、高さ1000メートルの絶壁に挑む。すべては二度と悔しい思いをしないため、一刻も早く、大人になるために。南西壁に登場したアンプルパがカンパの師匠として、登場している。プチドルハリボン北壁と、西壁前後編。パート1、遭難。パート2、時を止まれからなる。1973年。 プチドルハリホーの北壁未踏ルートに、ドイツ山岳会に名前をとかすウェルナ・ユンゲン、イエルク・ユンゲンを親子が挑んだ。ふもとの村からは、イエルクの弟フリッツが東藩ルートの指示を出す。しかし、北壁未踏ルートは、難所続きであり、落石もあって、ついにイエルクが、滑落死する。イエルクの遺体は、北壁半ばで凍りついた。8年後、 イエルクの止まった時を動かすために、屈指のクライマーに成長したフリッツをパートナーとして、再び、ユンゲン親子は北壁に挑む。時は1930年代初め頃、英国空軍隊員のウォルト・ウィルバーは、飛行機でエベレスト中腹に着陸できれば、登頂は簡単にできると考え、飛行を行ったが、着陸することすら叶なわなかった。エベレストの魅力に寄り疲かれたウォルトは、 軍を自死降爵化も飛び出し、すべてを投げ出して、エベレスト登頂にかけた。恋人ローラは、そんな、ウォルトの後を死に物狂いでついていく。アルプス山脈でウォルトは人であることを忘れるほどの、ローラは女であることを忘れるほどの登攀訓練を行い、1934年についに二人は、エベレストへ向かう。当初は順調であった登攀も、次第に天候が悪くなる。雇った。 シェルパ族たちも女であるローラが山に入ったから山の神が怒っていると逃げ出す始末。ただ一人残ったシェルパ族の若者パデトと三人で盗犯を続ける。前年の英国隊の残した食料などに助けられながら最終キャンプの設営を行ったが、高山病のためローラが動けなくなってしまう。ローラは自らウォルトの頭頂を押し、ウォルトは単独で頭頂に挑んでいく。これは エドモンド・ヒラリーと天神・ノルゲーによるエベレスト初登頂が行われた19年前の記録から抹消された物語である。なお、1934年には実際に飛行機でエベレスト中腹に強行着陸し登頂する計画を立てた元イギリス空軍のパイロット、モーリス・ウィルソンが単独で入山し遭難死する事件が発生している。日本屈指のザイル・パーキと呼ばれたアナン。 吉岡コンビは、グランドジョラスで、遭難死した。20年後、異なる道を選びながら、山で出会った、アナン・吉岡の息子たちは親子2代のザイルパーティーとして、グランドジョラスに挑む。想像を絶する苦難に直面する中、彼らは、自分はなぜ山に挑むのかという自身の根源に目を向けてゆく。南西平気、裸足の壁に登場した、シェルパ族のアンプルバの若き日を描く。 遠い頂に登場したパデトが、壮年のタイガーパデトとして登場する。父親が山を止めた理由を求め、老人生、高井陽介は、陶器に北アルプス、霞沢岳の単独登山を行う。しかし、初の雪山単独行ということもあり、未熟さから雪日に落ちかけたところを、エベレスト遠征隊参加歴もある、有名女性と山家、関道子に助けられる。洋介は、 席の助けを受けながら、盗聴を果たすが、席は、盗聴を果たした、達成感より、これで、やっとキロにつけると、心構えの違いを語る。成官を目指すキロで、陽介は、父は、果たして何を思っていたのかを痛いほどに思い知ることとなる。前後編。パート1、最終キャンプ。パート2、北西領の5人からなる。アメリカドイツ合同隊が、 K2 未踏の北西領をルートに挑むが、天候が悪く死者2名、重症者1名の惨事を引き起こす。登頂は、愚かげ山のチャンスさえ限られる状況下、ベースキャンプの隊長はついに撤退の指示を出すが、最終キャンプに残っていた5人は、それぞれのわがままから指示を無視して、登頂に挑む。なお、現実に、K2 北西領の登販が成功したのは、1991年で、ある。 ありがとうございます。